こんにちは、ヨーキーです。今回はこちら、トンボ鉛筆のズーム L105 というボールペンです。文房具店でたまたま目に留まって、書いてみるとなかなか良かったので購入。価格は1980円と比較的安価。最近ズームはリブランディングして C1、L1、L2 が発売されて、だいぶ界隈を賑わしていますよね。限定品というわけではないので、慌てずそのうち購入したいと思います。こちらのズーム L105、2015年10月に発売されました。ズームのペンにしては個性は控えめ。細身のストレート軸、シンプルなデザインのツイスト式のボールペンです。真鍮製で適度な重みのあるボディ。塗装はアルマイト加工されたような見た目で、表面の触り心地はラッカー塗装のそれ。指紋が目立ちにくくて、指が乾燥していても滑りにくいです。口金との境にはラインが入っています。シャーペンの方ではここが取り外せるようになっています。ボールペンは一体化していて、塗装のおかげで接合部のへこみの感触は全くなくて非常に滑らかな触り心地です。ツイスト式のボールペンは半分くらいで上下に分かれているものが多いですが、これは上4分の1程度で分かれています。ツイストは結構重め。クリップはちょうどいい硬さ。先端に向かって細くなっていく形状です。スタイリッシュな軸と相性がいいですね。そしてここ、クリップを受ける部分なんですけど、ここだけくり抜かれているような形なんですね。塗装が剥がれたりしやすいところなので、こういう細かいこだわりはありがたいですね。2000円もしないボールペンなのにここまでしているのかと、ちょっと驚きました。後ろ軸には、ズーム L105。トンボのロゴ、トンボジャパンの印字があります。小さくて目立たないのが好印象ですね。天管は樹脂っぽい、シンプルですね。リフィルを見てみましょうか。まさかのクロス芯とも思いましたが、若干違うみたいです。多機能ペンでよく使われている D 型のリフィルですね。D1 とも言われています。一応クロス芯も使えるんですけど、ペン先の太さがクロス芯の方が細いので結構ガタつきがあります。逆にこの L105 のリフィルをクロスのボールペンに使おうとするとペン先が太くて出てこないので使えません。互換性がありそうでないのが少し残念なところです。L105 と似ているなと思ったボールペンを比較してみます。トンボ鉛筆ズーム L105、 三菱鉛筆ジェットストリームプライム回転繰り出し式シングル、ペンテルエナージェルフィログラフィー。パッと見ただけでも同じ系統のペンだなと思います。ジェットストリームプライムはカラーによって少しスペックに違いがありますので、便宜上この動画では左をカジュアル、右をビジネスと呼びますね。ちなみにパイロットのアクロドライブも比較しようと思いましたが、グリップの形状だったり、ツイストのスムーズさだったり、少し毛色が違うかなと思い、今回は除外します。スペックはこんな感じになります。長さと太さは大差ないです。重さはジェットストリームプライムが一番重いですね。手にした時に感じる高級感も、ビジネスの方は他より少し勝っているかなという印象です。重心位置はズーム L105 が一番低重心となっています。逆に一番高重心なのはエナージェルフィログラフィー。 L105 は低めの重心、そしてグリップは特別太いわけではありませんが、わずかながら他のペンより太いです。安定した筆記感ですね。ツイストの重さが一番重いのが個人的にはちょっと欠点かなと。重いというか硬いというか、ジェットストリームプライムやエナージェルフィログラフィー、それらを先に経験しているとやっぱり重く感じてしまいますね。ツイスト時の重みも重厚感を演出してくれていいと思うんですけど、 L105 は少し重すぎかなと。許容範囲ではありますし、すぐに慣れはしますけどね。 L105 の一番の強みはその価格でしょう。
通販で購入すると1500円を切りますからね。まあエナージェルフィログラフィーの方が価格崩壊しているんですけど。では書いてみます。ズームは最近リブランディングされて3種類の新しいペンが発売されましたが、3000円から7000円となかなか高価格帯。しかもその中で高級ボールペンで主流なツイスト式のボールペンはないんですね。そう考えるとこのズーム L105、 古いモデルの中では特に貴重なものになるのではとも思いましたが、なんというかデザインは普通ですよね。なのであんまり特別感というのは感じないですね。もちろん書きやすいですし、比較的手頃な価格で D1 規格のリフィルも使えるので、それなりに需要はあるのかなと思います。さっきの3本の比較の話にはなりますが、インクの違いを見てみます。 D1 規格が使えるペンですが、トンボ鉛筆のこの超天然インクもかなり優秀でして、他のメーカーのインクに変えたいとは思わなかったです。インクに関してはどのペンも素晴らしいです。 L105 のリフィルは1本200円、筆記距離が約 450m なのでコスパはあまり良くないですね。交換の頻度が増えるのも気になります。そこが L105 の一番の欠点かなと思います。グリップ力はなかなか良くて、乾燥した指でも使いやすくて助かります。ペン先の片付きはほとんどありませんね。書いていて不快さはありません。音は角度によって少し鳴ります。比較した3本とも片付きは全くないわけではないんですが、筆記時には気にならない、わからないぐらいの片付き具合です。ペン本体のコスパはいいので、とりあえず1本は買ってみてと思えるくらいのボールペンです。リフィルのコスパを考えてしまうと強くはおすすめできないんですがね。というわけで今回はトンボ鉛筆のズーム L105 を紹介しました。ちょっと流行に乗れていない自覚はあるのですが、普通にいいボールペンでしたし、新しいズームのやつに比べると価格もお手頃なので、いっちゃえと思い動画を作りました。近々リブランディングされた方も動画で紹介したいと思います。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。